吉田智発見動画チャンネルの吉田智です、今日も町田市立の総合体館にやってきました。吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。これは桜バレー第20回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会が開催されています。今日は決勝トーナメントが行われています。手前は有名な下北沢成徳の強豪校です。そして向こうは有川学園です。そして向こうは支天寺高等学校と名前が入っています。こちらはちょっと学校名が一つ向こう側は分からないところですが、下北沢成徳の戦いに注目をしたいと思っています。非常にこの下北沢成徳はこの町田まで小田急線で来れて比較的近いところで、今回も大勢の人たちが揃っております。非常にこの大きな声の応援が入っているところです。今日もおそらく素晴らしい戦いを展開しているだろうというふうに思っております。男子は向こうに愛知県の成城というふうに住んでます。牛の白と名前が付いてます。その向こうはどうでしょうか。ちょっとこちらからは見にくいところですけれども、工業大学というふうに見えます。工業大学の付属の高等学校の名前が見えます。こちらは駿台学園、前にも出てました駿台学園がちょうど横断幕が見えるところです。そして横断幕の上を検討に出場校を受けるところです。こちらは下北沢成徳有効果敢に攻めるのが特徴です。終わります。今ベスト4を目指した戦いが行われています。